核兵器のない世界。来年5月に開かれる G7 広島サミットについて長島さんからです。はい、被爆地で初めて開かれるサミットは核兵器の恐ろしさを世界に伝えることが求められ、出席する各国首脳に対しては原爆資料館の訪問を求める声が上がっています。過去に訪れたアメリカの首脳らの様子はどうだったのか、当時を知る人に聞きました。2016年5月、それは歴史に新たな1ページを刻んだ瞬間でした。常に核のボタンを傾向するアメリカの現職大統領による平和公園訪問。出迎えを受け、原爆資料館に入ります。館長だった志賀健二さんは館内で待ち受けていました。この状態でずっと。確か岸田大臣のご案内だったと思うんですが、に従ってこんなふうに歩いて行かれました、はい、大統領の訪問はわずか10分ほどで非公開でした。当時の館内の様子は、その入り口からぐるっと半円を描いて、2つないし展示ケース、入り口入ったところにパネルを立てて、写真を 2,3 枚貼り付けてあった。被爆の後を、伺えるような写真ですね。資料館を訪れるとの情報が入ってきたのは1週間ほど前でした。もうとにかくバタバタだったんです。いろんなことが二転三転して情報がはっきり伝わってこないで。オバマ氏が訪れたのは東館1階のエントランスホールです。急遽置いた展示ケースに並べた資料は公開されているものではなく、収蔵庫で保管していたものです。弁当箱があったと思うんですが、そういう資料館が保管している資料ですね、そういったものを持ち出して、展示を構成を しました、はい、そしてオバマ氏が折り鶴を見たがっているとの声が志賀さんのもとに届いたといいます。これを受け、被爆後に患った白血病で亡くなった佐々木貞子さんが回復を願って作り続けた折り鶴を展示しました。30センチ四方、高さ70センチぐらいだと思うんです、の展示ケースの上に、約30ないし40羽折り鶴が置いてありました。で、ただし我々にとっては異例なことなんですが、通常は上にかぶせるアクリルケースを外して、直接ご覧いただけるようにしてた。志賀さんは折り鶴を見つめていたオバマ氏の姿が印象的だったと語ります。最初は立ったまま見てられたんですが、時期にこういうふうに見えたんです。私はあちらの方から拝見してたんで、膝をかがめてこんなふうにして、まさに折り鶴を覗き込んでられたっていう、そういうものに時間をかけてご覧になったっていうことは、やはり広島を失ったもの、そういったものを彼なりに感じ取られたんじゃないかなとは思うんです。そして核兵器保有国の大統領として語ったこと。Why do we come to this place? To Hiroshima. We come to ponder a terrible force unleashed in a not so distant past. But among those nations like my own that hold nuclear stockpiles, we must have the courage to escape the logic of fear.And pursue a world without them. オバマ氏が訪れるおよそ1ヶ月半前、広島で G7 外相会合が開かれました。その際、各国の外相が資料館を見学していました。
アメリカのケリー国務長官は展示資料の説明を一つ一つ熱心に読んでいたといいます。And drew from the experience of touring in this museum how critical it is that we all apply the lessons of the past to the future and the present. ものを言わぬ証人として、展示を続けてきているわけですから、それをきちんと評価、受け止めていただいたことは大変嬉しかったですね。来年5月、被爆地で初めて開かれるサミットに向け、各国首脳に原爆資料館の視察や被爆者との対話を求める声が上がっています。原爆が何をもたらしたのか、それを一人一人の身になって、当事者感覚を持って、ご覧いただく、そういう機会を作っていただきたいなとは思いますね。はい、サミットでも首脳の皆さんに必ず見ていただきたいし、またその首脳としてというよりも、何だろう、一人の人間としてどう感じたかとか、すごく聞いてみたいです。そうですね、はい、まさにその点ではケリー国務長官、アメリカの長官、VTR の中に出てきましたけれども、原爆資料館を訪れた後にガットレンチングという言葉を述べたんですね。こうガットって腸ですね、腸がねじれるぐらい、断腸の思いとか、そういうすごい苦しい思いを表現する言葉なんですけれども、これネイティブの方に聞くと、こういう立場の方が、事前に用意したコメントで言う言葉じゃないと、本当に心からそう思って発した言葉だろうということなんですね。だからなのか、その速報を伝える新聞など、アメリカの新聞などもですね、ケリーがガットレンチングと言ったというのを新聞の見出しにとって、広島の資料館というものが注目されるこうきっかけになって、でその後オバマ大統領の訪問ということにもなったんですね。G7 の中にはアメリカ、イギリス、フランスの核兵器保有国も含まれますが、その3カ国の首脳が揃って訪問するのかというところも注目ですね。そうですね、被爆者で県被団協理事長の三牧俊之さんにお話を聞きますと、やはり特に核兵器保有国の首脳に資料館を見てほしいと話していて、大やけどを負った人の写真ですとか、子どもの遺品などを見て核兵器が使われたらどうなるかを感じてほしいと、資料館の訪問に期待を寄せています、はい、訪問の実現の可能性はどうなんでしょうか。そうですね、今年の8月6日、岸田総理は記者会見で資料館の見学について、各国と調整しなければいけない、具体的な日程は決まっていないと、確定していないと発言をしました。まだ決まっていないというのが実情で、これやっぱり各国との調整もあるわけなんですね。一方で被爆の実相をしっかり伝えていくことは、核兵器のない世界への出発点とも話していまして、資料館の訪問、それから被爆者の方との対話ができるのかどうか、総理の手腕が問われています。